んと拝むとこういうふうになるかっていうね。いや、そんなことないです私ね、見させてもらってものすごく勉強になった。そういうんじゃないよね。これをね、ズワサシチ君っていうね、ズワサシチ君性格的な問題と思う。いや、頭は割れてないし。どうもあれでまたはけてますけど。ズワサシチ君とは新畑七分って言うんだよ。どうしよう、よく勉強しな。どうした？ズワサシチ君とは新畑七分ってね、一つのことをこうやってきっちりね、話ができない人いる。あなたのこと、あなたがね、夢中になってね、この間違った本像なんで、どんどんその新発想七分になってるんですよ。自分で自覚できないんですよ。臭きことを川やに忘るって言ってね、自分が臭い便所の中にいる、つまり新発想七分になってるってことを、ね。この辺が便所にいるんですか？その今のこの姿ですよ。この姿。まさにこののでたい。でもただそのね、悔しいだけでこうやってこのいるというね、で言ってる話は全く道理も通っていない、人の話もきっちり聞けない、そしてそのね、やり取りができない人、これはね本当にね、このせいですよ。しかもあなたは幹部さんだからもう少しこういうのかもしれないけど、一会員だったら一枚ずれですよ、ペラペラの。あ、ご本尊様のことは一枚ずつ恐ろしいこと言ってるんですか？だっておかしいでしょ。普通だったら掛け軸になったらちゃんとこの表層してありますよ、はい、それを上から下まで1枚で多色刷り印刷してるってことはカレンダーと同じなんだよ。なぜこうしたかって安く仕上がるわけですよ。それはどこで聞いたんですか？その実際触ってこない。触れないよ。150人も脱会してれば触るんですか？あなたの2000本。これはいい石ですね。これこの新発想新発想してるんですか？今の。今の状況。じゃあ一緒になってないし。新発想してるんだ。いいんですけど、そういう余計な情報はいらないんですよ別に。これはね、あなた方よりも私たちの方がよくいじってるかもしれない。どんどんみんな脱会してるんだから。そうすると一枚のカレンダー釣りなんですよ。掛け軸に見せかけてるだけなの。鑑定なんです、本当ね。鑑定なんだね。しなくたって分かる。だからそういうね、それだけだって甘いもんですよ。ご本尊様のその記事がどうこうじゃなくて書いてある内容が大事な。じゃあこっちだなこれ。じゃあこっちに伸ばしたり。これは南妙法蓮華経でしょ。だからさっきの南妙法蓮華経で思えばいいじゃん。納得してます。そうやって言いたいなら、しかもその南妙法蓮華経にこれはさっきも言ったけど納得とかしてないけど、これは当時日韓上人がこの人にまあ与えられたまあご本尊なわけでしょ。なんで勝手に持ち出すんだって。なんで勝手に持ち出してるんだ。持ち出してきてる人。日韓商人の許可も得られないし、死人に口なしだし。そうだよ。でいいの勝手にやっちゃって。日韓商人じゃあ全部断ってるんですか、大商人様に。大御本尊様。なんで大御本尊様をそのそっくり形見にしてないでしょ。だから御商人が常にご所作をされて。だからそれとまた大御本尊様は七分。だからじゃあこれは大御本尊日韓商人のこの元もない。いやいや。日韓上人のご本尊ないよ。認められてすぐ逃げちゃうの。じゃあもう一回戻すよ。大聖人様にお断りながらしなくてもその話をしてるんですよ。じゃなくて。